2016年1月28日29日に行われたラブコープ商品工場産地交流会。全国の生協の組合員と職員が参加し、九州沖縄から4生協の組合員職員が参加しました。今回訪れたのは福岡県朝倉市の株式会社福連天城工場。ここ天城工場では組合員に長く飲み続けられているコープただの炭酸水や黒酢ドリンク、野菜ジュースなどを製造しています。産地交流会の1日目は佐賀県鳥栖市で商品学習会が行われました。学習会では商品の特徴や製造工程について学習し、またコープただの炭酸水の試飲やコープ食べる野菜ジュースを使ったパスタなどを試食しました。美味しかったです。翌日、株式会社福連天城工場を訪れました。はじめに工場の品質管理体制やジュースの製造工程について説明を受けた後、みかんジュースのストレート果汁と濃縮還元果汁の伸び比べを行いました。香りは確かにあのストレートの方がすごいいい感じ、みかんの香りですね。で味もやっぱそのまま絞った感じですよね。みかんを自分たちが絞ったような感じになって、濃縮になるとそれを凝固した上に香りがなくなっているけども甘みはありますね。甘みはあります。濃縮次に工場の製造ラインに入り、炭酸水の製造やジュースが調合され紙パックへ充填される様子、梱包し搬送される様子など一連の流れを見学しました。参加組合員はこれまで学習した内容を実際に確かめるように担当者の説明に耳を傾けていました。最後に質疑応答が行われ、産地交流会の全日程を終えました。天城っていうところは初めて来たんですけども、あの工場のオートメーションのすごさと、でやっぱり工場内のすごくきれいにされてて、やっぱりここでも、まあ、異物とかそういうのは絶対入らないだろうなというぐらいすごい衛生管理だなと思いました。美味しい炭酸水とか、黒酢とかあの拝見したんですけども、こういうふうな生産ラインで一生懸命の皆さんが作られてるのにすごく感謝しました。フレンさんの工場はあの何回か見学させていただきましたが、いつも清潔で従業員さんの丁寧な挨拶は変わらず皆さんきちっとしてらっしゃるのには、それは商品に対してのものかと思うほど安心安全さが従業員さんからも工場からも見えます。今回初めて食べる野菜というジュースのようなポタージュのような新しい感覚の商品を試飲させていただきました。飲むような食べるような本当に不思議な食感ですが、飲んでも美味しい、お料理にも何か可能性があるような感じがして、たくさんの組合員さんと一緒にその使い道であったりとか良さであったりとかを共有していき、また皆さんの意見を聞く機会をたくさん作っていければいいなと思います。今回のラブコープ商品工場産地交流会では、株式会社福連天城工場で製造されているコープ商品について学習見学することができました。商品について学習し知識を深め、コープ商品が作られている現場を体感することができた2日間でした。ラブコープ。